西ドイツのキックオフ。よし、それサイドへパス、いけ翼くん、よしボールを奪った。ここはパスを出した。任せろ。よしドリブルで運びます。行け、一気に抜き去る。行け、スピードに乗ったドリブル。翼、ミッタ君、高いボールに合わせ飛んだ。チェスター君、それ、ああ、イーグルタック。松山君、よし、ボールを奪った。いけ。スピードに乗ったドリブル。前に出した。ああ。翼君、よし、ドリブルで突破していく。スピードに乗ったドリブル。クロスを上げた。それ。いけ。決めてきました。西ドイツのキックオフ。おっと、ここで前半終了の笛です。前半全日本リードで折り返します。ロベルトさん、翼に伝言があるなら伝えます。俺のノートの52ページ目の項目、それを忘れるな。52ページ目ですね。さあ、行こうみんな。翼、片桐さん、ノートの52ページだ。え、ノートの52ページ？え、まさかロベルトが。全日本のキックオフ、試合開始です。よし、翼くん、パスを出します。いけ。佐野くん、よし、ここは自分で突破していきます。パスを渡す。任せろ。それ、新田君、よし、なんとか抜き去った。一旦後ろに戻します。翼さん、三崎君、ゴール前に上げた。それ、いけ。はっ、はい、とー、はっ、
よし。はっ。沢田君。よし。ボールを奪った。パスを渡す。懸命にセンタリングを上げた。このセンタリングに合わせて飛び込むのはヒューガ小次郎くんだ。あっとスルー、ヒューガくんがスルーした。じゃあ誰がゴール前に。みんなで誓い合ったサッカー世界一の夢、任せたぞキャプテン。キャプテン翼くんがゴール前まで上がっている。美咲くんのセンタリングに合わせ飛び込んでいるのは翼くん。翼くんジャンピングボレー。シュナイダー君同じくジャンピングボレーでブロック。待てだ、諦めないぞ。シュートブロックしただけで完全にはクリアしていない。ボールはまだ生きている。両雄再び落ちてくるボールに飛びつく。翼君かシュナイダー君かどっちが早い。あーこれは翼君が勝った。ユーラ君飛びつくは取れない。足高いシュートミスだ。いやこれはな、何ドライブシュートだ。シュナイダー君より一瞬早くシュートを放ちながらなおかつドライブ回転をかけていた。サッカーの天才大空翼君のジャンピングドライブシュートだ。あーしかしゴールバーに当たった。惜しくもゴールならず。あー翼君バーに当たって跳ね返ったボールをもう一度シュートに行く。地面スレスレ翼くんの超低空オーバーヘッド。いけー。一撃キーパー三浦くんはこれに反応して何。あーボールがホップ浮き上がった。決まった。ゴール。西ドイツのキックオフ。よしミレウスくん一旦後ろに戻します。な、何新田くん行け。ジャンプ1番よし行け。ボールを弾いた。アルドビッヒくんよし。翼くんよし。ボールを奪った。よし。スピードに乗ったドリブル。よし。ここは自分で突破していきます。ゴール前に上げた。タイガーダイビングヘッド。